さあこちらに来ていただきましょう。何なんだお前たちは。はい、文野教授。ざれ言。私は。では仕方ありません。そうか、連れて行け。いいのか、後悔する。文野君、残念だよ。こうしてまた君たちの力を借りることになろうとはな。15年、早いもので15年だ。頼むぞマックス。今これは。なんだ。待っておったよ、マックス。そうだ。違う、それは操作された記憶。そうじゃ、特殊機動兵器グラビティギア。嘘だ。マジかよ、ロボット。若いお前さんたちには、わしはいつでも。目が覚めたか。ああ、無理はしなくていい。15年もの間封じられて死んだ。15年前の決戦で。全員の機体からエネルギーをかき集めてやる。マックス、一人で行く気か。やめて、戻ってきなさい。すまない。みんなで帰ろうって約束しただろ。アヤはGギアのエネルギーだ。お前さんのせいではない。アヤはそのためのサブパ。でも
今は心を休めろ、マックス君。みんな、記憶は取り戻した。来たか。落ち着け、マックス。あや。違うのじゃよ、マックス君。おいおい。それはな、しおりはあやの。な。信じてもらうほかない。何せアヤは異星人の体細胞。吉岡しおりはアヤの4番目の。そんなことどうでもいいわい。記憶をす文野の小僧に研究材料として扱われてな。くそ。自分の娘として育てていた最初の実験体行動へ。ああ、許されることではない。お前さんたちが15年前に閉じた。ならお前さんは、お前さんたち旧友がいなければ。違う。これは願いじゃよ、ま。うん、そうだ。待ってくれ。マックス君、こうなったら。僕たちの手で昔のようにいいところをマックス。いいも何も一度乗った船だろ。何カッコつけてんのよ、マック。いい仲間を持ったな。ありがとうな。おお。お前が救ってくれた命、メガネ、サル、デブ、ビッチ、はっ。ワープゲートにエネルギーが増大。30分と。それ、好きにしろ。
計を潰された。あとは援護くらいしか。くそ、まずいな。これをこっちから提案しなきゃいけないなんてね。そのために僕は後ろで戦ってたんだ。思い出しなさい。あ、俺がマックスだ。頼んだよ。今度もちゃんと送る。安心するな、マックス君。ワープ上空に巨大なエネルギー。何が待っていた。特殊機動兵器 G ギア。マックス君、君がアヤを狂わす異星人。さあ、従順に従い、いつか反旗を。こうして戦うのは運命。ふざけるな。それは理解できていないがゆえだ。そうじゃない。科学の発展に犠牲はつきものだ。人は弱いものだ。ぜ、違う。誰しも権利など本来誰にもないさ。所詮ふざけるな。だが君は勝てない。ざれごと。なんだそのエネルギーを。何